はい、なお、お酒はアルコール入ったやつは飲めません。あしからず。はい、一旦カメラを切り替えます。まずね、先ほどの六角堂小学校ね、六角堂の、今津旧校舎。六角形してますね。現存する、校舎としては古い。明治の一桁台から、あったということです。今津小学校はね、そのすぐ北隣、北西隣にね、ちゃんとこれここねあるんですけども、はい、実際はですね、この西宮市立今津小学校内の右側、はい、こちらが六角堂のね、ご案内ということで、案内板があります。明治15年ですね、1882年ですね。はい、いやいや、ピンク系のアイボリ系のね、可愛らしい、建物でしたね。はい、そこで、ここが酒蔵通り。はい、続いてですね、甘辛の赤寿庵さんの方で、食事ができるんだったら食事、あるいは、デザートですね。お酒の、材料、原料を用いた、そういったデザート、アイスクリーム、ソフトクリームですね、いただけたらと思います。中で飲食行けます。中は喫茶になっております。はい、はい、どうぞ。酒かすら、酒かすプラセットなので、お酒のいい香りがしますね。どうも。はい、ということでね、大関さん、そこのね、赤寿庵さんの方で、デザート、まあ喫茶なんですけども、いただきました。よいしょ。はい、それではね、六角堂を後にし、先ほどの赤寿庵さんを、食事、喫茶ですね、デザートをいただき、で、酒蔵通りの方にね、戻りまして、で、酒蔵通りですね、ここはね、まあ、代表的にちょっと、言いますとね、
はい、正面はこれ六角堂ですけども、これ左曲がりますね、西方向、代表的なお酒屋さんとしては先ほど今のね大関さん、次は日本盛りさん、次は白鷹酒造、白鷹ですね、そして松竹梅、松竹梅ですね、で辰馬本家酒造さんですねの白鷹、あ白鷹が辰馬かな、はい、などなどの、代表的なお酒屋さんがあるということになりますね。双葉筋まで行くとちょっと行き過ぎになるので、宮水の方に行きたいと思いますけれども、どの辺だったかな、この辺かな、はい、今こちら北ですね、もう一個向こうの西隣行きますとね、双葉筋、です、国道171号線の南側になります、左が西宮浜になります、はい、宮水ですね、宮水のところに、到着、しておりますが、こちらが酒造会館ですね、こちらですね、こちらが見やすいですね、ははなるほど、酒造地帯の水100の蔵からということで、昔ですね、もう江戸の後期っていうのかな、うん、日本の名水100選に選ばれたと、宮水発祥の地と書かれております、はい、この辺ですね、この辺は、うん、お酒の匂いがね、もういい香りです、この辺住まれてる方もいいな、羨ましいな、最終的にこちら宮水の方に、昔はもう 100を超す、酒蔵さんがいっぱいあったみたいなんですけどね、で今は代表的なところに、はい、そしてね酒蔵地帯ということで、見やすい、酒蔵地帯の見やすいはどういうものかということで、最終的にこちらに来ました、本日もどうもご視聴ありがとうございました、猫肉球元の猫文太でした。それでは。